にちは、あおです。今日もお旅始まりました。ではですね、普段私が使っているツーリングバッグの中身をちょっと紹介したいなと思います。じゃん、こちらクスタニのウエストバッグですね。乗るバイクによってちょっとカバンいろいろ変えてるんですけど、これは主にハーレーに乗るときに使ってます。ハーレーってね、サイドバッグついてるんで、大きい荷物はもうそっちの方に入れちゃって、普段持ち歩きたいものだけをこの中に入れてるっていう感じですね。で、私これは普段ウエストポーチとしてじゃなくて、こんな感じで斜めにかけて使ってます。これがですね、結構こんな感じでパッパッと物が出せてね、めっちゃ便利なんですよ。じゃあこれの中身をちょっと見ていきたいと思います。あたび、まずこの前のところに iPhone 入れてます。今ねちょっと撮影してるので iPhone ないんですけど、 iPhone ここにスコッとそのまま入れてます。で、横のこのポケットの中にはね、鍵を入れてます。まずこちらがガレージの鍵ですね。なんか金曜モーターショーのプレゼント企画でもらったやつなんですけど、ベスパをイメージしている革のキーホルダーつけてます。これ鍵と、あともう一つこちらがハーレーの鍵ですね。これもちょっと入れとこうかな。で、私の家オートロックで鍵がないので、家の鍵は持ち歩いてません。ガレージの鍵とハーレーの鍵ですね。そしてこっち側のポケットは GoPro のバッテリーが入ってます。だいたい 2,3 個ぐらいいつも持ち歩いてます。そしてこの真ん中の大きいところなんですけど、こちらの方にはまずハンカチが入ってます。バイクとかはね、かっこいいものがすごい好きなんですけど、なぜか小物はこういうかわいいのが好きなので、かわいい系綺麗系のやつを持ち歩いてます。これはね、アンテプリマっていうところのやつですね。ジルスチュアートとか結構好きです。はい、それと日焼け止め、日焼け止めもね、結構頻繁に塗り直します。夏でも冬でもね、すごい使うので、これでどれぐらいかな、1ヶ月持たないぐらいかな。結構使います。はい、そしてこちらがメイクポーチですね。外で直す分だけ別に詰め替えて使ってます。まずこちらがルビのコンタクトレンズです。普段ねワンマウスのやつつけてるので、これほぼほぼ使わないんですけど、まあ、何かあった時のために一応予備で持ってます。そしてこれが目薬ですね。すごいドライアイなんで、これもいつも持ち歩いてます。そしてリップ、マックのもの使ってます。その日つけてるリップをね、入れてる感じですね。こちらがアイブロウです。ヘルメットかぶると眉毛速攻なくなりませんか？なのでアイブロウはもう必須ですね。それとアイシャドウ、ほんとアイブロウ持ってくの忘れた時、最悪これ使ってます私。なんとなくね、目元だけキラキラしてれば、まあ、顔色明るく見えるので、とりあえずアイシャドウ、アイブロウ、リップはもう絶対持っていってます。それとファンデーションです。これは持って行ったり持って行かなかったり、その日の荷物の多さとかによって変えてます。これ3つは絶対ですね。はい、メイクポーチはこんな感じです。はい、それとこちらお財布です。これはなんかね、ネットで見つけて買ったので、多分ブランドとかないと思うんですけど、三つ折りでこう小銭が大きく開くのがいいなと思ってこれにしました。普段は長財布使ってるので、まあ、ツーリング用と普段用と使い分けてます。お財布です。それとこちらがモバイル Wi-Fi ですね。私ほんと一日中 SNS を見たりしているので、すぐにね通信制限かかっちゃうんですよ。なので普段はこうやって Wi-Fi をつないで Wi-Fi で見るようにしてます。それと iPhone の充電ケーブルですね。何泊かするときは GoPro とか Sena とかのケーブルも持っていくんですけど、まあ1日だけのときは iPhone だけ持って行ってます。そしてこちらモバイルバッテリーですね。これも一応持って行ってます。ハーレーにも USB 電源ついてるんですけど、まあ、一応どっか外にいた時なくなっちゃったりした時に使えるようにモバイルバッテリーも持って行ってます。それと続いてこちらが名刺入れです。名刺ね、作ったんですよ。なんかよくいただくので、こんな感じで
作ったんですけど、あんまり渡せていないというもし私に途中で会って欲しいっていう方がいたら、もう喜んでお渡しするので、よかったら声かけてください。結構ね、ツーリング先で名刺いただくんですよ。皆さんご自身で作ってらっしゃるみたいで、なので私も何かお渡しできたらいいなと思って作ってみました。なんか名刺もいいんですけど、やっぱりステッカーとか作りたいですね。会った人とかにお渡しして、バイクとかに貼ってくれると嬉しいな貼ってくれますかね。ちょっと計画しようかな。はい、ということでこれだけのものが入ってました。カバンね、ちょっとちっちゃめなんですけど、結構物入るんですよ。目新しいもの何かあるかな。まあ普通のバイク女子の入ってるものっていう感じですかね。あたび、はい、ということでツーリングバッグの中身のご紹介でした。ほんとね、これちっちゃいんですけど、すごいいっぱい入るし、こう細かく仕切りがあって分けて入れられるので、ごちゃごちゃならずにすごい助かってます。あとね、これ生地がね、すごい分厚くて丈夫なんですよね。前使ってたのも4年ぐらい使えたので、今回も長く使えるといいなって思ってます。やっぱね、気に入ったものってね、長く使いたいので、こういう物がいいやつってすごい助かりますよね。で、クシタニで私実はヒップバッグも持ってて、ヒップバッグがこっちなんですけど、まあ、荷物も量によって使い分けてます。ただハーレだとこれ後ろ当たっちゃうので、やっぱりハーレの時はこっちのウエストバッグの方が多いです。でオフ乗る時はまたちょっと持っていくものが変わるんですけど、それも興味ありますまたやろうかな、それはそれで。はい、ということで今日のお旅はこの辺で、また次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。